突然なんですけど、私がね、唯一お付き合いした男性のことをお話ししたいと思います。それはね、私が23歳の時に7年ほど付き合いました。彼氏はですね、私と年齢が2つ違いました。2つ下でした。私より2つ下でしたね。でね、何がきっかけで知り合ったのかというと、私が勤めている会社に入社してきました、彼が。でね、その第一印象っていうのは私はあんまりはっきり言って覚えてなかったぐらい興味がなかったというか、その方に対して興味はありませんでした。でもね、黙々仕事に従事しているのを見てね、あ、この子いいなと思うようになって、なんか仲良しになりました。で、友達になりましたね。でね、私からね、食事に誘いました。それはね、お礼を兼ねて食事に誘いました。何のお礼かというと、当時私が乗っていた車の、音楽を聴くプレイヤーがですね、壊れたんですね。その話をしてたら、イエローハットに行って買ってきて、取り付けてあげるよっていう話になって、そんなことできるのっていう話になって、できるできるってことになって、車をいじるのがその方は趣味だったので、じゃあお願いっていうことで、買いに行ってくれて、それで取り付けてくれて、作業代も無料ですよね。機械だけ私がもちろん出費はしたんですけど、付けてくれて、そのお礼にですね、じゃあ食事でもどうっていうので私が誘いました。その時もね、特にその特別な行為っていうのはなくてですね、友達としてですね、付き合う前ですね、食事に誘って、それから仲良くなってですね、親友みたいに、職場に若い方がいなかったので、その方と私ぐらいしかいなかったので、もう親友っていうか、友達付き合いになりましたね。親友から恋人になりました。だから私はね、いついつが記念日、付き合った記念日とか告白とかいうのは一切なかったんですよ。だからよく皆さんね、付き合って1周年記念とかって言うけど、私は一切そういうのがなかったので、覚えてないっていうのが、ね、あれですね。年齢で私が23歳の時にお付き合いしたって感じですね。でね、私がね、一番その方と付き合った中で驚いたのは、まだね、お付き合いして、まなしですね。私、プロポーズされたんですよ。結婚し、喧嘩をしたんですね、その前に。で、私がもう口きかなくなってたんですよ。そして、仲直りがして欲しかったんだと思うんですけど、ごめんねっていう風に言われて、あ、いいよって感じになって、その時に仕事が終わってですね、話す時に結婚しようって言われて、私ドキッとしたんですね。その瞬間に、まだ付き合って本当まなしで1年未満ぐらいの時だったんで、私ちょっと引いてしまったんですね。ドン引きまではいかないんだけど、引いてしまって、えって、すぐに結婚するのって思って、私その時にプロポーズには答えられなかったのを覚えてるんですよ。仲直りすることが先決だったので、プロポーズには曖昧に返事していたのが思い出されます。それからね、彼氏はね、7年間付き合ったんですけど、私に一度もプロポーズはしませんでした。でね、田舎だったので、働いていた場所が田舎だったので、田舎の方っていうのはね、結婚が早いのかなっていうふうに思っていて、その方は高校卒業、高卒なんですけど、私は短大卒で入社したんですけども、なんか感覚がちょっと、そういった結婚に対する感覚が私とはちょっと違うのかなっていうふうにその時初めて感じました。彼氏とはね、いろいろデートしましたよ。当時はね、カラオケに行ったり、ショッピングモールに行ったり、まあ、親も私はその方と結婚すると思っていたのかもしれないんですけど、公認の中だったので、広島のね、私の実家の方に泊まりがけでね、遊びに来たり、お正月を過ごしたりとか、旅館に遊びに行ったりとか、泊まりがけでね、2人で行ったりとかもしました。でね、何がね、その方の私が結婚しなかったのかって言ったら、相手に求める、まあ、総合点で言うと、私はね、100点は求めないんですよ。結婚とかお付き合いするのにも100点は求めない主義なんですけど、私は合格点はね、70点あればその方はいいと思うんですけど、結婚するにあたって。
でも私が彼に対して点数をつけるなんて失礼なんですけど、点数をつけてしまうと、仮定しますと60点台だったと思うんですよ、おそらく。60点に満たなかったかもしれません。それはね、どういうところがそうだったのかって言ったら、お金に対する価値観が違いました。どういうことかと言いますと、私はね、その時お給料のほとんどはね、貯金してたんですね。1000円の商品を買うのもね、迷ったら買わない、貯金するっていうスタンスでやってましたので、私1年間で100万円ぐらい貯金してたんですよ。でもね、その彼氏はね、 CD を買ったり、当時 CD が全盛期でしたので、 CD を買ったり、なんか細々したものを、まあ浪費癖っていうんですかね、私は貯金型なんですけど、その彼氏は浪費癖があって、私とはちょっと金銭感覚とかライフスタイルが合わないなというふうに思ってたんですけど、付き合ってる彼氏がそうで、プロポーズされた彼氏がそうだったら、ちょっと私はね、点数的にも60点ぐらいの彼氏とは生活するには、私は責任を持ってもらえないかなと思ったんですね。だからお互いの両親、私は父がもう他界してたんですけど、私の親も公認、彼氏の方の両親にも私はお呼ばれしたりとか、食事に連れてってもらったりしてたんですけど、結婚の方はしませんでした。で、私が7年間付き合いましたので、もう30歳ぐらいに お別れしたんですけれども、7年間ほど付き合ったんですけど、なんて言うんですかね、お互いが最終的にはやっぱり彼氏から私が飽きられたのかもしれません。はっきり言うと、男性っていうのはですね、私が付き合った男性はですね、2、3年はね、すっごくラブラブでした。もうひっつきもっつきっていうんですかね、そんな感じ、2人っきりになったらね、ひっつきもっつき、あと外でデートするときには手をつないでくるんですね。私はね、人前でそういうデートするときに手をつなぐとか腕を組むっていうのが、私はもう大嫌いっていうんじゃないですけど、恥ずかしいじゃないですか。だから私はしたくなかったんですね。でも彼氏はね、私の親の前でも手をつないでくるような感じだったので、ちょっとそれも嫌だったし、恥ずかしかったし、私も若かったので、なんか男性のことを全く知らなかったんですね。だから私も若気の至りでですね、我慢がし、何事にも我慢が効かなかったんだと思います。でね、そう言って20代の時に私体調を崩してまして、まだ病気が判明してなかったんですけど、ずっと20代後半から体調崩してまして、まあはっきり言えばお付き合いどころではなくなってしまったんですね。で、そうこうしている間に、そこの2人でお勤めしていた会社も彼氏も辞めて、私も別の道を歩もうとして転職を考えて転職したんですね。ですから2人が在籍していた職を2人とも離れたんですね。そしてそうこうしているうちに2人ともが離れ離れになりました。で、心も離れ離れになりました。でね、ここからなんですけど、私はね、お付き合いした日にちは全く覚えてないんですけど、別れは私から切り出しました。7月4日に別れました。私はこの日はね、私はきっちり覚えています。別れた日にちはね、私にとったら人生の第一イベントとも言ってもいいかもしれません。やっぱり切なかったですね。やっぱり愛着もありましたし、愛情もありましたけど、それがね、続ける自信がありませんでした。このままね、続けてもね、きっといい方向にはいかないんじゃないかなっていう予感がしたんですね。結婚ってね、妥協でしたくないんですよね、女性っていうのはね。妥協でしたら絶対にいい方向にはいかないんですね。でね、結婚するタイミングのその時にラブラブなのが一番いいと思うんですね。7年も8年もお付き合いして、なんて言うんですよ、2人ともが愛情がちょっと薄れた頃に結婚するっていうのは一番まずいパターンだと私は思うんですね。ラブラブ、勢いでね、結婚するのはよく言いますよね、結婚は勢いだなんて。その言った方は名言だなと思いますね。私もそう思います。
でね、お互いいい年になってね、お互いの家を行き来するのもね、ちょっと無理がある年頃になってきましたので、私からね、もう別れようねっていう話をしました。そしたら彼氏はね、泣きました。大泣きしたんですね。でね、その時に私も泣くのかな、涙出ちゃうのかなと思ったら、私はね、涙が一つも出なかったんですね。きっとね、私はね、まあ、愛情が彼にいなくなっていたんだと思います。彼氏が大泣きするのを見て、なんかちょっとそこで引いてしまったんですよね。あ、これはやっぱり別れなくちゃいけなかったんだと思って、私の別れを切り出したのは間違いじゃなかったんだなっていうふうに思いました。でね、好きな人のタイプっていうのは私は以前から変わらないんですけど、誠実で優しい方で自分の意見を持っている方っていうのが好きなんですけど、彼氏はね、その全部持ち合わせてはいませんでした。黙々と働くね、誠実なところはあるんですけど、浪費癖というのが私はやっぱり生活していく上で一番ネックになると思うので、浪費癖が私には許せませんでした。だから結婚したらね、そういうふうなことは許されないことだと思いますので、私は真面目なところがあって、生真面目でですね、バカ真面目なところがあるので、その彼氏とはね、きっと結婚したらね、うまくいかなかったと思います。でね、それは、まあ、結婚してないのでね、現実わからないんですよ、どうなっていたかは。ですけどね、ちょっと結婚しなくてよかったのかな、私は結婚に向いていなかったんだなっていうふうに今は理解しています。皆さんね、結婚されている方はね、このチャンネルを見ている方の中で結婚されている方はね、奇跡だと思いますよ。その方と巡り会えてですね、なお今も結婚が続いている方っていうのはね、本当に奇跡だと思います。でね、その今結婚されている方はね、相手をね、とてもね、大切に思いやっているだと思いますね。だからね、大切にしてあげてほしいです。私もね、結婚してなかしていたら周りから祝福されたいし、祝福も受けて相手を大切にしたいなと思っていました。ただね、結婚はしませんでした。これからもね、結婚なんですけど私はしません。まあ、できないんでしょっていうふうに言われたらそこまでなんですけど、私の意見としたら結婚はしません。まあ、体調のことも一番にありますし、家族の親のこともありますし、結婚するのしないのって言われたら結婚はする気持ちは1ミリもありません。いい方が現れたらまた別の話ですけどね。今日はいろいろ話聞いてもらってありがとうございました。最後までね、ここまで聞いてくれた方いるのかどうかわからないんですけど、あなたに言いたいです。ありがとうございます。